データイムグリーン料金回数券とは、東日本旅客鉄道が、かつて発売していた普通列車及び、快速列車のグリーン車専用に発売していた、回数券である。発売当初の、データイムグリーン料金回数券、マルス端末から発見された、データイムグリーン料金回数券券売機で、発行された、データイムグリーン料金回数券名前の通り、 使用時間に制限があることが特徴だった。発売当時はまだ湘南新宿ラインが開通しておらず、東海道本線と横須賀線、総武快速線の直通運転区間の2系列で、いずれも東京駅を経由するという共通点があった。そのため、使用時間の制限基準は東京駅の発着時刻をもとに決められた。上記のように主に通勤時間帯でない日中の グリーン車利用が可能だった。また12月30日から1月3日までと土日祝日は終日使用が可能だった。有効期間は1ヶ月だが4枚綴りで2 0 0 0円。つまり1枚500円。これは当時通常の50キロ区間までのグリーン料金740円よりもはるかに安く、通常料金が50キロごとに料金が上がっていくのに、対して、 こちらは距離に関係なく500円でグリーン車に乗車することができた。グリーン車が2人席であったことから2人組や4人組での休日旅行でゆったりとしたグリーン車に乗れることは大きなメリットでもあった。名前では平日の日中時間帯を狙ったものだがむしろ終日使える土日休日の旅行でよく発売された。他の制約は定期券との併用ができないこと。 並行して走る特急、スーパービュー踊り子、踊り子、東海には利用不可であることぐらいで、曜日による時間の制約を除けば、比較的自由に使うことのできる回数券だった。このうち東海道本線と横須賀線が共に停車する、東京駅、品川駅、横浜駅、戸塚駅、大船駅では、改札を出ずに乗り換えができ、 乗車券同様に一枚の切符として使うこともできた。これも利用客の拡大につながった。その後湘南新宿ラインが開通し、この5駅に加えて、平塚駅、高津駅、小田原駅、熱海駅も相互乗り換え駅に加わり、新宿駅も発着時刻の基準駅に加えられた。2004年までに湘南新宿ラインは、新宿以北の高崎線、 宇都宮線にも乗り入れが開始されており、乗り方によっては200キロを超えるケースも出てきた。まもなくこれらの路線にもグリーン車連結の車両が乗り入れることになり、同年10月の改正前に普通列車のグリーン料金を見直すことになり、2004年10月15日、限りでデータイムグリーン料金回数券は廃止された。 現在は JR 東日本の普通列車グリーン料金は平日用、土日祝日用、前売り料金、車内料金、50キロ以下、50キロ長に分けられた料金体系に変わっている。ありがとうございます。